ザムトゲマインデ・ホルネーブルクは、ドイツ連邦共和国にダーザク選手、シュターデー軍に属すザムトゲマインデである。このザムトゲマインデではご町村が、行政業務を共同で処理している。ザムトゲマインデ・ホルネーブルクは、シュターデとブクステフーデとの間に位置する。これは、アルテスラントに近いシュターダーゲースト変遠部にあたる。このザムトゲマインでは、アガーテンブルク、ブリーダースドルフ、ドレルン、 ホルネブルク、ノッテンスドルフからなる。ザムトゲマインでホルネブルクは1970年代のニーダーザク選手の地方行政改革の一環として誕生した。第1回のザムトゲマインで議会創設会議は1971年1月25日に開催された。初代ザムトゲマインでデ,ディレクターにはフランク・ハインリヒが1971年から12年間執務する。 ことが、満場一致で決定された。その後、彼は1983年に再選され、1995年まで、この地位にあった。彼の後任としてイリスグロネルトが、ザムトゲマインで町に就任した。このザムトゲマインでの議会は、ザムトゲマインで町を含めて29議席からなる。ズ柄ガラ、金字で青く波打つ、屋根型図形のもとに、 戦闘型屋根と橋壁を持つ五本の塔を有する開いた縄文が描かれている。ザムトゲマインデホルネブルクは連邦道 B73 号線を利用してアクセスすることができる。クックスハーフェントハンブルクに間には鉄道路線もある。30分から1時間間隔でローカル列車が運行されており、ホルネブルク、アガーテンブルク、ドレルンの駅に停車する。ザムトゲマインデないには アガーテンブルク、ドレルン、ブリーダースドルフ、ノッテンスドルフ、ホルネブルクの3つの基礎家庭学校がある。上級の本家庭学校及び実家学校はホルネブルクにある。ありがとうございます。